ついに出てきた。小室圭の高校時代の元恋人が激白、今でも忘れられない下先の魔術。眞子さまと小室圭さんの結婚が決まり一時金を受け取らないという異例の形になった今回の結婚ですが、宮内庁でも様々な意見があるようで、世間と同様に落胆の声も少なくないそうです。その理由として国民の反対はあるにせよ。 マコ様を送り出し罪に婚約に相当する納祭の期をはじめ結婚式に至るまで関連する儀式や行事を行うことがなくなったからというのが挙げられています。実は今年の4月まで完全な形ではなくても納祭の期だけでもいいから正式な婚姻に向けて調整を進めてきたのは事実らしいのです。ではなぜ納祭の儀を行わない選択をしたのかというと4月に28ページに上るこの 両文書を公表したことが原因なのです。西村康彦、宮内庁長官は小室さんの母、加代さんと金銭トラブルを抱える、元婚約者の弁護士と面会するなど、トラブル解決に向けてかなり前向きに臨んで、いました西村長官自身小室さんからの説明文書に期待するところも少なく、なかったと思います。文書の公表を受けないよう自体は丁寧で長官の、 評価していましたが国民からはそのように見られることはありませんでしたむしろ自己弁護と取られてしまい余計に炎上したのは記憶にありますよね国民の理解を得るどころかさらに一層反感を持たれてしまったのですそして結婚が発表された後の10月1日に真子様が複雑性 PTSD と診断されたことが発表されました小室さんがそばにいない状況で結婚に対して否定的な評価が多いことに マコ様が耐えられなかったということでした。そこで、宮内庁は国民の理解を諦め、マコ様と小室さんの私的な結婚を進めることに舵を切った、そうです。お二人が巷股で言われるような賭け落ち婚にならないためにも、揃っての会見は必須です。と宮内庁は説得を続けたと言います。そもそもお二人は会見に積極的ではなかったようです。 この後にニューヨークに旅立たれたとしても今後妊娠されたりお子様が結婚されたりするなどいろんな場面で帰国は想定されます。どんな形であっても一度会見をやって話をしておけば逃げたり駆け落ちしたりする人がどうして戻ってくるのかなどといった批判に対して説明する理屈が一応は立つと見ているようです。 宮内庁がこだわり続けた会見は国民からどのような反応になるのでしょうか。ここまでが一つ目の記事になります。 宮内庁も今後の皇室を考えて今まで色々と策を講じたのでしょうが金銭トラブルを解決する方法は他にもやりようがあったのではないでしょうかお二人に批判が強かったのは金銭トラブルの疑惑が晴れていないからであってそこが解決に向かえばここまでこじれることにもならなかった。でしょう真子様が病気を発症することのなかったかもしれませんそもそも批判の対象は主に小室系のですか。この記事皆さんはどう思われましたか では、このニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。一時金受け取り拒否したことで、小室家の金目当て批判を封じ、あくまでも純愛であることを示して、それを貫こうとしてるんでしょうね。しかし、ごく普通の家庭ならまだしも、小室家の履歴があまりにブラックすぎました。結婚後、ま子さまが一層病んでいって、小室家の家計がたどってきたような不幸に見舞われないか心配ですね。 ではこのニュースについて国民の声を聞いていきましょう。人の批判するのは簡単だけど、自分の人生さえされたら逆にどうですかね。確実に小室さんみたいに耐えることできないですよね。僕は無理です。多少なりともまともな品性がある人間なら、サムネみたいなあんな下品な顔で写真撮らないよ。若さゆえのやらかしって許す人もいるのかもしれないけど人間の本質は変わらない気がするね。 マコ様は感動せざるを得ないと思います。小室氏がお金目当てならそうするしかないのではお金が出ないと分かった時、小室氏はどうするのか母よしこも同居してしまうのか金銭トラブルが解決しない場合、小室かよさんが借金を返済していないということは、収入を得たことになるので、税金を払う必要がありますよね国税庁に動いてほしいです。 10年も借りっぱなしで逃げ回っていて避難が、増し結婚の障害になっているので彼が返しに行くかも。母親との問題だと突き返してほしい。問題はそれどころではないし。母親の問題だけで済まされないと思います。だからこそ、国民は反対していたのだと思います。どっぷり本人も関わっていましたし、しかも、本人の人となりが分かってしまいましたし、次から、次と、 公室利用や不正疑惑が出てきますので、会見でどんなに言葉でつくろっても、国民からの評価は変わらないと思います。例のウィスコンシン州のロースクールに入り直すという記事ですね。小室圭をサポートしようとしている政府の極秘チームということで、小室圭は学力不足だということをようやく自覚し始めたようだということも書かれていましたね。小室圭にしては珍しく自分の学力のなさに気づいたんですね。 少し成長の兆しが見えてきているようですね。イスコンシン州の中でもマルケット大学とイスコンシン大学は卒業証書特権というものが付与されるようです。つまり卒業してから無試験で弁護士になれるということですね。まあとりあえず小室圭は司法試験を受験すると必ず不合格になるから、それを回避するためにどうすればいいかということで、 ウィスコンシン州のロースクールが浮上したわけですね。確かに昨日の動画では、ロースクールを卒業しなくても ABA 認可のフォーダム大学 LLM コースを卒業しているから、ロースクールに入らずに弁護士資格が取得できるはずですがそれだと人物交差とかそういう項目が必要になるということですね。この記事皆さんはどう思われましたかではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。 先の C ミスの記事にも書かれていましたが、こうした状況で、マコさんの生活をサポートする立場にある区内庁や外務省の職員なども、小室圭さんの再受験は不合格となる確率が高い、と予想しているようです。このウィスコンシン州の大学への入学というのも、こうした小室圭さんの再試験不合格を見越して、準備しているようですが、当然ながら、こうした政府関係者らの行動は、 ツイッターなどの SNS にて大いに批判されているようです。あれだけ多くの国民からの反対を押し切って結婚を強行したにもかかわらず、すぐさま夫婦間でトラブルが発生したとなれば、再度お二人に対する批判の声が強まり、そうした批判が秋篠宮ご夫妻などにも飛び火することは間違いありません。そうした批判を予期してか、のりこ様などは何とか。 国民から批判されないような選択をしてほしいといったことを外務省などに伝えておられる。そうですよ、前室の宮内庁関係者。小室圭さんがイスコンシン州に移住し、マコさんと別居することとなれば、再度、国民からの批判の声が強まることは間違いないでしょう。まあ、通常であれば、ロースクールに入るには、エルサットの資源を受けなければいけないのですがやはり、その辺は、 フォーダム大学の JD コースを卒業していることになっているから、LLM コースの9ヶ月だけでいけるんですかね。ただもし仮に弁護士資格を保有したところで、NY の支援者たちは誰も引き受けたくないようですね。ゲイリーもリワキ氏も結局はインターンを受け入れたけども、またサンドラー法律事務所に丸投げしているわけですからね。しかも弁護士としてではなく今はインターンみたいな扱いのようですね。 まあ、小室系の評判が広がればどこも受け入れたくないのではないですかね。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。 小室圭の数々の詐欺行為驚くほど怖い現実が明らかぶり小室母子の数々の詐欺行為。小室圭さんの詐欺的行為に関しては、母親佳代さんの元婚約者の男性から、お金を借りておきながら、贈与だった、と言い張り、何年もの間、400万円もの大金を借りたまま一切返済しなかったこと。それから、奥の法律事務所に対して、留学を終え。 ゴーダム大学のロースクールを卒業したら、日本に帰国し、再び奥の法律事務所で働く、と約束して、毎月20万円ほど、生活費の援助をしてもらったにもかかわらず、ロースクール卒業後、日本に戻らずニューヨークで就職してしまったことなどがあります。さらに、小室圭さんの母親である佳代さんは、遺族年金の不正受給と、傷病手当の不正受給という2つの、 詐欺的行為により刑事告発もなされています。かつて、キングコングの西野明宏は、千鳥の逮捕士から、捕まってないだけの詐欺師などと言われたことがありましたが、小室星に関しては、捕まってないだけの詐欺星と呼ぶのが適切かもしれないですね。皆さんは、小室圭さんは今すぐ逮捕されるべき詐欺師だと思いますかぜひ、コメント欄に感想や意見をお願いします。 では、このニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。こんなのが、あと何年続くのか知らないが、どこかで線を引かないと、再現がなくなる。小室も悪いけど、政治家や官僚もひどいものだね。みな自分の金ではないから、いい加減で無責任だ。本当に、こいつらを訴えたいよ。一人一人の生活がとても大変なこの数年間。 私たち国民の税金がこのような人たちに不正に使われていることに区内庁もおかしいです。しっかり対処すべきだと思います。収入ゼロで、いつまで、NY 生活をするんだろうね。まさか、赤坂あたりから、血税が仕送りされてませんよね。法治国家で、やりたい放題が許されていいはずがない。初動で、身辺調査をしっかりやっていれば、身内の自死の多さから、 怪しい家系だと把握できた。それと結婚は弁護士資格を30歳までに取ることとか条件をつけて破断にすることもできただろう。すべては英偶の判断ミスその判断ミスで無駄な税金が浪費されているのだから国民はもっと怒るべき。結婚記者会見の数日後に小室さんの合格発表があったのに関係者はなんでその数日を待たなかったのか不思議。親として 娘の将来につながる大事な合格発表だったのに、小室さんの口車の騙されたのかな。当初は、冒険のあの三宅は、廃着、上皇ご夫妻は余生を、お静かに、と思っていたが、政府も一緒になって三宅に加担しているような現在、少しでも法に触れることをされた方々全員、逮捕しすっきりさせるべきでしょう。今は赤になっていくようで将来が心配。言論弾圧のない、 国民主権日本にしなければならない。秋篠宮家をこのまま忖度させたら、宮内庁もいらない。政府まで加担していい加減にして、み智子さんがやってきたことは人としての道として、腹立たしく、不信感でいっぱいです。秋篠宮を皇室に入れたことから、今の惨状につながっています。責任を取ってほしい。秋篠宮家配給課に大賛成です。 本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。小室っで、小室さんはこうした日本人コミュニティに参加しておらず、情報収集の点では不利だったと言わざるを得ません。さらに、 2度目の司法試験までの間には、マコさんとの結婚や、ニューヨークへの渡米、新婚生活などもあり、小室さんが勉強する時間を十分に取れなかった可能性は高いでしょう。小室さんと接点のある司法関係者は、彼は日本のインターナショナルスクール出身で、英語には自信があるのかもしれませんが、我々から見れば堪能とは言えない。前回の試験で不合格だった後、2度目の試験に挑戦すると聞いて、 正直、あの英語力で大丈夫なのか、と心配になりました、と話しており、小室さんの英語力には不安を感じる面があるようです。もう一つは、小室さんが筆記試験に弱いのではないかという意見です。小室さんの英語力に疑問が投げかけられる中で、極めつきは小室圭さんの母親である小室佳代さんが、 あの子は論文は得意でも、人生で試験はそんなに受けてきてないですから中黒、中黒中黒、中黒中黒,中黒、と、小室圭さんの試験対応能力に不安を投げかけていました。小室加代さんが、小室圭さんが試験に落ちた場合の保険を前もってかけておいたという見方もできるかもしれませんが、それでも小室圭さんの試験に対する能力への疑問を拭うものとはならないでしょう。小室さんが筆記試験を受けて合格したのは、 国立音楽大学附属小学校に入学して以来一度しかなく、カナディアン中黒インターナショナルスクール中学部へ入った時だけで、国際キリスト教大学やロースクールのフォーダム大学を受験した時のいずれも、書類専攻と路術試験のみでパスしているようです。英語力への疑問、勉強不足、さらに試験本番に弱いというハンデを抱えた状態では、小室さんが7月の司法試験に合格するという期待はできないでしょう。 小室さんが司法試験に合格しなければ、本人やマコさんががっかりすることはもちろん、小室圭さんに多額の支援をしている奥の法律事務所は裏切られたと感じるかもしれません。実は、小室圭さんは奥の法律事務所の奥の氏に対して、大きな不義理をしているようです。というのも、奥の氏は小室さんがフォーダム大学への留学を目前に控えた2018年7月。 次のように語っていました。事務所に戻って仕事をしたいと言っている。彼が戻ってくればますますいい仕事を期待できるんじゃないか、さらに、海外で小室さんが拠点を築きたいと思っていることについては、聞いていません、と明言していました。つまり、奥の法律事務所は、小室圭さんが、将来的に奥の法律事務所の戦力になることを期待して、送り出しているということです。 しかし、まさこさんは結婚会見の際に、小室さんに海外での生活拠点を築いてほしいと語っていましたから、法律事務所側にした約束は嘘だったことがわかります。この一連の流れについてネット上では、小室さんは詐欺罪に問われるのではないか、として批判の声が上がっています。小室さんとのような経緯で法律事務所から金銭的な支援を受けていたのかはわかりませんが、 もともと日本に戻るつもりがなかったのにもかかわらず、フォーダム大学ロースクール卒業後に奥の法律事務所に戻ると約束して、金銭的支援を受けていたとするなら、詐欺罪が成立してしまうことになります。奥の氏がなぜ、何のために、現在も、金銭的な支援を続けているのかどうかはわかりませんが、もしかすると、小室さんの巧みな話術によって言いくるめられているのかも、しれません。 小室圭さんの大学時代の同級生も、以前、小室くんは、400万円の借金トラブルなどが話題となりましたけど、実は、学生時代にも、何度か、先輩や、同級生からお金を借りることがあったようです。中には、そのまま卒業して踏み倒された人も何人かいるようですね。なんというか、借りるときにも、返すときにもすごく、話術が巧みで、 いつもちょっとしたラブルでお金が必要になったんだけど、ちょっとバイトしてすぐに返せるからといった感じで借りて、返済を迫られると、いろいろと事情があって、今は返せないんだけど、すぐに返せるからといった感じで相手を安心させるんです。と語っていました。こうした話題に対して、宮内庁関係者は、宮内庁としても、元皇族の結婚相手が詐欺罪として、 訴えられるということがあれば黙っていられません。そのため、小室圭さんに対して、事実を説明するようにと要求がなされたことがあったのですが、その時に、小室さんは、そんな約束した覚えはないです。と一周したとか、法律事務所側が訴えるということをしなければ、お蔵入りになるかもしれません。と話します。 小室さんになぜ法律事務所側は現在に至るまでもずっと援助し続けているのでしょうか。小室さんに法律事務所は騙されているんじゃないか。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ評価などもお願いします。では次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。